現在日本では30歳から34歳男性の未婚率は 47% を突破、20代後半女性の未婚率はなんとおよそ 60% と独身貴族が増殖中です。彼ら彼女らは結婚できないのではなく、結婚よりも大切なものがあるため、あえて独身生活を謳歌する、いわば貴族のような存在。このドラマではそんな時流を捉える男女の結婚観をめぐる壮絶なバトルが展開していきます。ちなみに、まあ未婚率っていうのは、国勢調査資料参照っていうことなんだけど、まあ最近この未婚率みたいな数字をね、まあドラマの歌い文句に持ってくるっていうのが本当に多い。多いですよね。これかなりだから問題になってるってことなんですかね。まあね、それをよりどころにしか、まあ結婚というものをテーマにしづらくなってるのかもしれないし、ね、で主演はスマップの草薙剛、はい、草薙剛が演じる主人公は、結婚の必要性を感じない独身貴族の星野守、父の代から続く映画制作会社の社長を務め、クリエイティブな能力に秀でた映画作りのプロフェッショナル、人にペースを乱されることを好まないため独身であることに満足していると。まあね、もうスマップ自体もええ年ですから、実際にね、そろそろ結婚もほんまに考えなあかん年かなとも思うし、なんかね、テレビとかでよう話してる分で言うと、中居君がどうも結婚できない症候群じゃないですけどそんな感じにもあるわけですから、まあ多分ね、今回の役に関しては草薙剛自身も自分に似ているって当然感じてると思うんでね、はい、でまあそのあたりのことに関して、公式サイトのインタビューで、最初に独身貴族の企画を聞いた時、周りに結婚してる人が増えていて、僕も意識する年齢なんですけど、実際は独身で、でもだからこそ今しかできないお芝居ができるんじゃないか、僕にぴったりの作品じゃないかと感じました。それと映画制作会社の社長で結婚したくない男、星野守というのは僕自身だなと思いました。結婚したいと思っていないところ、高い肉を買って焼いて食べたりするところ、人の話をじっと聞いているのが苦手なところなんかも、これ僕のことを書いているんじゃないのっていうくらい似ていますね。なので新しい作品をやるときはいつも新しい自分をお見せしたいと思いますし、そこがこの仕事のやりがいだと思っています。もちろん今回もその気持ちは変わりませんが、守がすごく自分に似ているので、どこまでがお芝居でどこまでが素の自分かわからなくなりそうだなと。でもリアルな自分とお芝居を重ね合わせることでリアリティは出ると思うので、僕自身もそこを楽しんで演じていけたらいいですね。もうだから星野守やと思わんと、草薙剛君やと思いながら見ていてもいいってことですよね。ね、そして主人公とトライアングルを描くことになる気になる共演人、まず主人公の実の弟星野進に伊藤英明、兄と同じ映画制作会社で働き、高い交渉能力と営業センスを生かして兄を支えている。一方兄とは違い、結婚をしたものの現在離婚調停中で家から追い出されているという苦労も。そんな状況にもめげず、持ち前のルックスの良さで恋愛にも忙しいという彼を人は離婚勇者と呼ぶ。草薙くんと兄弟ってことなんですよね、なんかちょっと違和感あるような気はするんですけどね。まあパッと見からね、どっちがお兄さんっていうのもピンとこないかもしれない。そうですね、まあ実際の年齢でも草薙剛の方が伊藤英明よりお兄さんではあるんだけどね、まあそのあたりがどういう風に映ってくるか。で続いて映画の脚本を書くことを夢見ているヒロイン春野雪に北川景子、恋も仕事もうまくいかず、男の結婚観にも幻滅、結婚難民となってしまう。そこで結婚を棚上げし、脚本家という夢のために邁進するも、なかなか芽が出ず、最近では夢を諦めかけていて、ところが生活費を稼ぐために家事代行のアルバイトを通じ、思わぬチャンスをつかむことに。北川景子さんね、これがこう結婚観に幻滅するってね、なんぼでも結婚しようとはできるわけじゃないですか、べっぴんさんやから。そうですよ、どういうことやろうっていうのがねまあそこがドラマの発端でもありそうで、でその他には、はい、キスマイフット2の藤ヶ谷太輔をはじめ、蓮佛美沙子、平岩神、西原明、笹井英介、まあなかなか個性的なメンバーが揃ってるということ。